待て、止まれ。旅の者よ、一体何の用だ。ふざけたこと言うな。お前が勇者であるはずがなかろう。さあ、とっとと帰れ。俺たちは忙しいんだ。何？その首飾りを王に見せたいと思うんすか。分かった。待っておれ。先ほどは大変失礼いたしました。国王がお待ちですので、どうぞお入りください。旅の者よ、ようこそデルカダール城へ。イグノワの首飾りか。よくぞ来た、旅の者よ。わしがデルカダールの王である。こうしてそなたが来るのを長年待っておった。ようやく会うことができ嬉しく思うぞ。その首飾りを携え王であるわしに会いに来たということは、そなたは自分の素性を知っておろう。もしそなたが本物の勇者であるならば、おそらく手の甲にあざがあるはず。この技こそ勇者の印。そなたこそあの時の赤ん坊。皆の者よ、喜べ。今日は記念すべき日。ついに伝説の勇者が現れたのじゃ。時に勇者よ、そなたはどこから来たのだ。そなたをここまで育て上げた者に礼をせねばならん。教えてくれぬか。なるほどな、医師という村か。ホメロス、しかと聞いたな。はい、しかと聞きました。あのような渓谷地帯にそんな村があったとは。ホメロスよ、分かっているな。あとは任せたぞ。はっ。
まさか一人で乗り込んでくるとはな。何を企んでいるか知らんが、貴様の思い通りにはさせんぞ、勇者め。グレイグよ、その災いを呼ぶ者を地下牢にぶち込むのじゃ。皆の者も知っておろう、勇者こそがこの大地に仇をなす者、勇者こそが邪悪なる魂を復活させる者、勇者と魔王は表裏一体なのじゃ。我が王はあのように聡明なお方、勇者が何者であるか分かっておったのだ。お前には不運でやったな。よし、この者を捕らえよ。医師の村か。お前の言ったことが真実か、三日もすればわかるだろう。三日もすれば、探索に出たホメロスが戻ってくる。災いを呼ぶ悪魔の子よ。お前の命もそれまでと思うがいいだろう。